皆さんこんにちは。オンライン国土学ワールドへようこそ。関東大震災から100年のシリーズの3つ目、はい、こういうことになるんですが、講演がないだとか、あるいはデマ発信機を持つような時代になっちゃったとか、いろいろ厳しい話をしてきましたが、これまだ続くんですよね、で私は本当にこれ厳しいなと思っておりますのはね、自動車の存在なんですよ。あの東日本大震災が起こった時ですね、金曜日だったということもあって、みんな埼玉だとか、千葉だとかの自宅に帰ろうと思って車で来てた人はみんな車に乗ったりしていましたね、で私も勤務先で被災したもんですから、自宅まで帰らないかんで、歩いて帰ったんですけど、道路も結構人で溢れてましたけど、車道は完全に自動車で埋まっていて、もうビリビリ動きもしてませんでしたですね、あの状況が再現されてしまうんではないか、こういうことなんですね。で1923年の関東大震災が起こった時にですね、東京にあった車の台数というのは5000台しかないんですよ。で、また自動車の時代じゃありませんでしたからね、全国にも1万2800台ぐらいしかなかったんです。でそのうち半分が東京にいた、こういうことなんですが、したがってあの関東大震災の時のフィルムを見てましてもね、まず車なんか全然いないですよね、多くの人が第8車で逃げ回っているというような状況でした。今度は車が出てきます、絶対に。で当時5000台だったと言いましたでしょ、今東京都に、車両の登録をしている台数はですね440万台なんです。これが地震が起こった時に動かない、動き出さないというようなことを想定できます？絶対想定できないです。これはあの財産を積むかどうかは別としてですね、一時期の避難のための食料を積んだりして、手で持てませんからね、当然車で動こうとするに違いないですよね。でも道路の容量というのはですね、平常時の交通を裁く容量で出来上がっているわけですから、全員が動き出した時にはですね、その東日本大震災の時と同じように全く機能しなくなる、こういうわけですよね。で東日本の大震災の時は関東東京は被災してませんでしたからね、いいんですけど、でもこの状態の時に万が一火災が起こって火が押し寄せてくるなんてなことになったら、これはもうパニックもいいところになってしまいますね。そうすると自動車の利用を制限しておかないかというわけですよ。じゃあこれを今どっかがやってますかというわけですよね、もうやっていないとダメ、だって明日起こってもおかしくないとこう言われてるんですからね、用意しておかないかこう思うんですけど、私はこの自動車の存在というのはですね、本当に大きな問題だと思いますね。でましてその被害を受けた人を救済するための救急車は走らないかんし、それから物流車は走ってこないかんし、ということになっているわけですから、この交通秩序をいかに維持するかというのは、私は次の地震に備えた最大のテーマの一つだと、このように思いますが、今回でもそれに対する注意喚起なんかはありませんでしたですよね。もう一つ私心配してますのはね、湾岸部のタワーマンションなんですよ。でこれは湾岸部っていうのはですね、地盤はジュブジュブです、で基礎は入れていますから建物はまず倒れることはないというのもんですけど、道路は完全に液状化しますね。でこの液状化したところですから、これトラックも入ってこれないというような状況になる危険がありますね。そうすると完全孤立ですよ。タワーマンションの中に食料なんか備蓄してませんから、これ日数にもよりますけど、下手するとですね、上との戦いが起こり始めるのではないかというわけですよね。なんか恐ろしい。これ消防にしても救急にしても動けない、こういうことですよ。物流車動けないということは、だからこのタワーマンションの存在というのは、私はもう一定数以下に制限をかけるべきだ、このように思いますね。これは個人の居住地選択の自由に任せてていいという話にはならない、このように思います。それからもう一つは、東京の特に都心部はですね、その遠方からの通勤者が来てくれることによって成り立っているわけですよね。でこういった方々が発災後帰宅したから、これは当然のことなんですね。これは今予測でもですね、帰宅困難者が500万人出るだろうと
こう言われているんですよね。じゃあこの方々をとりあえず飯を食わせたり、うん、あるいは寝るところを提供したり、はい、誰がどこでやるの、ね、うん、なるほど、大企業の中にはですね、うん、ああ自分とこ の, そのオフィスのところをこうご利用できるようにといったようなことを考えてくれているところもあるようですね、はい、でそれは500万人発生するであろうという帰宅困難者と容量的に見合った話なの、うん、500万人を収容できるように政府が各企業なり、その他にお願いしていて、はい、あなたのところには何百人、あなたのところには何百人というように割り立てて、あ、大体これで500万人になりましたといったような計算を誰かしてるかというと、これは多分誰もしていないということですよね、うん、はい、でこれに対する備えもですね、心配で心配で仕方がないんですね。でまあそんなに心配するからハゲるんだとこう言われるかも分かりませんけど、本当に、心配ですね。それからですね、はい、高層ビルの存在なんですよ。20階建てのビルが1000棟以上あるんですよ。こんなもん1923年には全くありませんでしたから ね, ね当然ここではエレベーターが動いてるわけです。4万機で、4万機のうち2万人が閉じ込められる可能性があるという指摘があるんです。2万人閉じ込められたらですね、これどのようにしてエレベーターを動かし始めま す, そうです、ね、エレベーター技術者は一体何人いるんですか。でまたそのこうです、ね、ビルにどうやって到着するんですかということですよね。これも誰がかがどこかで用意しとんかという話ですよね。まあこんなこと言うと辛坊さんに心配ばっかりかけていることになるんですよね。大事なことです。もう一つですね、これはアレルギー反応を示す人もいると思うんです、はい、この話は、はい、というのはですね、関東大震災の時はですね、日本 の, その統治システムの中にですね、戒厳令という制度があったんです。で世界中の国でですね、戒厳令を持たない国はないんですよ。今日本だけがないんです。強力な警察権力、あるいは軍の権力によって国民群衆を統制する、こういうことですよね。現に関東大震災の時に戒厳令は発動されました。そして暴動の鎮静化を図るといったようなことが行われたわけですね。今日本でこれまともにこの話をするとですね、また治安維持法の復活化といったような話になって、多分議論は全く進まないでしょうね。進まないけれども、この大災害時に発生するであろう暴動の鎮静化を図るためのじゃあ工夫は誰がどこでしてんのか、で現在の警察権力だけで足りるのか、で定数だけで足りるのかというような話は誰かがどっかでしておらないかんですね。だからこれは私たちの国ではほとんどこうアンタッチャブルの世界になってるわけ。アンタッチャブルの世界のまま置いてていいのかどうかですよね。だからもう一つ、はい、よくあるねとこういうことなんですが、はい、外国人居住者です。外国人居住者がですね、今首都圏には114万人おられるんです。で1920年の統計によるとですね、1万9000人しかいなかった。60倍以上になってるんですよ。60倍以上の外国人が今首都圏に存在しているんですが、彼らは私たちと同じように日本語が理解でき、日本語が読みできる人ばっかりじゃありませんよね。さてこの方々をどうやって誘導するのか、下手するとですね、暴動の引き金になるんではないか、このように思うんですよね。でこの対策をじゃあ誰かが考えているのかいうとですね、これも聞いたことがないですね。でおまけに、まあ、直近の話ですとね、はい、人数的な把握はまだよくできていないんですけど、首都圏にですね存在する外国人観光客ですよ。あ、そうです、ね、これも少なからずいますからね、はい、今この方々は日本に住んでいる人々じゃありませんから、特に日本に住んでいる114万人よりも日本語理解能力がないとこう思わないかんですよね、はい、そして居住地も持ってませんから、ね、ホテル住まいしかしない、はい、だこのホテルが使えなくなるとですね、彼らはパニックになるということは容易に予想できますね。これに対する対応も何か考えとんか、こういうことですよね。でこれはね、パリだって観光客多いじゃないのと思われるかも、パリは地震が来ないんです。ベルリンにも来ないんですよ。ロンドンにも来ないんですよ。ほら日本には来るんですよ。だからそのことを考えた上での外国人観光客や外国人居住者ですね。特に外国人は、まあ、一部の外国人はですね、暴動を起こしやすい危険がありますね、というようなことを考えると、まあ、心配で心配で仕方がないですね。からもう一つ、
これ最後にしたいと思うんですけど、はい、1923年の東京には首都高速はありませんでした。というように東京の道路を上を覆う立体交差だとかですね、高架道路はまずありませんでした。それはそうです、自動車ないんですから、はい、なかった、まあ、それで処理できたわけ。ところが平面道路だけでは交通が処理できないというんで、うん、我々は首都高も作りましたし、はい、あっちこっちに立体交差を作ってますね。でこれは当然地震が起こっても落橋しないように丁寧なメンテナンスをしているんですよ、はい、しているんですけど、地震力というのは一律に同じ地震力破壊力が生まれるわけじゃありません ね、 だから地盤の状況によってはとんでもない破壊力になるところが出てくる、とそういうところでですね、高架が一つポトンと落とされるいうことがないかですよ。これポトンと落とされたらそこ完全に通行止めです。でそれでなくても交通量が増えてえらいこっちゃということになっているときに、そういうことが起こるわけですね。おまけに電線類が地中化されていないです。地中化率 8% です、パリやロンドンがほぼ 100% というのと大違いですね。でこれもですね、もう大地震が切迫してるっていうんだったら急がないかんっていうのは話まるでないです。どこででも行われていないですね。国土交通省は急いでやりたいと思ってますよ、はい、だってこれ費用がかかる、まあそうですね、いうんで済んでいないということなんで、で今日とそれからまあ前回とお示ししましたのはですね、まあこれいずれも先の関東大震災時にはなかった危機なんですね。でこれだけの危機にですね、東京首都圏は囲まれちゃった、はい、こういうことで、これは1923年よりもはるかに危険な状況になっているわけですよね。これに対して誰かがどっかで、これはもう私は政治主導でないと動かないというのを思いますけど、政治主導が機能して動き始めているか、お金がないのにそんなことできないもんなんて言ってはいないかというこういう心配ですよね。だから関東大震災から100年、もういつ起こってもおかしくはないというようにいろんなところで言われていて、発生確率も近年上がりましたですよね。そんな状況を考えたときに私なんかはもう不安で不安で夜も寝てられない、こんな状況ですけど、お聞きになった皆さんいかが思われましたでしょうか。この国は十分な準備ができている、国民が安寧に安心して暮らせる環境整備に必死になって努力している、そのように感じておられるでしょうか。なかなかそうはなっていないのではないか、そういう目でですね、改めて私たちは主権者としてですね、はい、政治を見つめていく、あるいは監視していくということが必要なのではないか。私は16から17ほどの2023年とは違う首都圏東京の危機をご紹介しましたけど、なるほどそうだと思われたらですね、一緒に声を上げていこうではありませんか。そういうことを申し上げて今回の締めにしたいというように思います。